はい、です。今回ですけども、今回の18人1本目の動画は、今週のスプリームのおすすめアイテムで紹介していきたいと思います。はい、というね、今週のスプリーム、またね、出たんですけども、今日のね、午前中の11時に、販売がオンラインで開始されて、今、時刻12時半で1時間半経過してるんですけども、まあもうすでにね、ソールドアウトばっかりです、正直。まあそうなんですけど、まあでも前のね動画でも言った通り、オンラインで今回買えなくてもさ、まあ別で買えるルートってあると思うんで、まあ例えばスニダンでプレネになってたとしても買えるし、店舗でもしかしたらアマスが買えるかもしれないっていうところで、あとまあメルカリとかいろんなところであると思うんですけども、まあそういうのもあると思うんで、まあ今回ね、僕が、4つね、おすすめアイテム、紹介していきたいと思います。はい、まあいろんなね、新アイテム、新作出たと思うんですけど、ぶっちゃけこの4点さえ押さえてればもう完璧なんで、皆さんね、まあこの4点ね、全部買ってもいいし、どれか1つでも、買ってもらえたら、もう今週のね、シュプリームの、アイテムはね、あなたがね、もう一番ですと。このシプリームの今シーズンは制覇しましたということになるんでね、ぜひ最後まで見てね、買うか買わないか決めてみてくださいということで、じゃあね、そんな感じでまず1点目から紹介していこうと思うんですけども、まあ、いつもやらさせてもらってるんですけども、僕のチャンネルで1日2本投稿していまして、18日に1本目の動画、21日に2本目の動画で、僕ね、サブチャンネル、メインチャンネルって分けてるんじゃなくて、メインチャンネルに上がる動画とサブチャンネルに上がる動画を、この1本のチャンネルで配信してると。で、それが、18日に1本目の動画がサブチャンネルに上がる動画で、21日に上がる動画がこのチャンネルのメイン動画になるんで、ぜひね、今日もね、21日の動画、メインチャンネルですね、このチャンネルのメイン動画上がるんで、ぜひそちらのご視聴お願いします。はい、そしてね、毎日ね、日本投稿していて、いろんな動画を上げてるんでね、ぜひぜひ、これからね、チャンネル登録していただいて、見てほしいなって思います。はい、というね、じゃあ早速今から、まずね、4点紹介していくんで、1点目から、紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、まず1点目はこれです。はい、これは、ヒョウ柄の、ジャケットですね。はい。まあ、ちょっとね、多分生地は薄めっぽいと思うんですよ、こうやって見た感じね。まあ、そういうね、ちょっとまあフリースではないけど、まあ、ちょっと少し羽織るぐらいの、これからの季節で、まあ、春、ちょっと肌寒い時に、ちょっと上から着るみたいな感じだと思うんですけど、これね、3色オレンジ、黒って あるんですけど、他に。いや、でもオレンジ、黒は、いや、あんまりかっこよくないと。うん、やっぱりね、このヒョウ柄、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思って。うん、まあ、何がいいかっていうとね、まあ、普通にそのヒョウ柄を最近僕ね、いいなって思ってて。いろいろ僕ね、そのいろんなチェック柄とかいろいろ持ってるんですけども、ちょっとヒョウ柄にも目覚めてきて、でヒョウ柄って言っても、その僕、ヒョウ柄で欲しいアイテムが何個かあって、カーディガンとニットとスウェットでもいい、スウェットでもスウェット1個僕持ってるんだけど、ヒョウ柄、黒のヒョウ柄持ってるんだけど、そうこっちのヒョウ柄もね、そのブラウン系のこっちのヒョウ柄も欲しいなと思ってて、でこういうね、まあ、スウェットじゃなくてフリース、こういうジャケット系も持っててもいいなと思って、個人的にもこれいいなと思ったし、まあ結構ね、これ1枚で様になるし、下にどんなシンプルなパンツ合わせてもいいし、なんかこれセットアップでね、パンツも売ってるらしいんですけど、セットアップで着て、まあバッチリ決めてもいいしみたいな。なんかヒョウ柄ってね、結構賛否両論分かると思うんだけど、まあ、うまく着ればほんまにめちゃくちゃ様になるし、なんかね、難しいアイテムこそ着こなせれば、そのシンプルな、まあこれは普通に王道だよね、王道でシンプルおしゃれだよねっていうよりも、レベルが高いアイテムほどおしゃれになれるというか、そう、なんかリスク背負ってるからこそ大成功あるみたいな、そういう感じで、間違えたら本当にダサくなるけど、間違えなければもう大逆転みたいな、そういう感じのアイテムなんで。まあ、これはね、ほんまに、まあでもだんだんね、ヒョウ柄っていうのは、一発でね、似合うか似合わないかじゃなくて、ヒョウ柄っていう、そういうね、結構その、派手な柄っていうのは、だんだん見慣れていくもんなんで、まあこういうのもね、1枚買ってみてもいいんじゃないかということで、で、3万7400円なんで、シプリームのね、こういうジャケットが3万7000円ぐらいで買えるってことは、全然、まあいい方なのかなと思うんで、まあこれぜひね、買ってみてください。ということで、じゃあこれがね、まず1点目ということで、じゃあ次、2点目いきたいと思います。はい、次、2点目これです。これはね、黒の、レザーベストですね。はい、ベスト。僕ね、ベスト好きなんですけど、ダウンベストとかデニムベストとか、まあ、いろんなベスト好きなんですけど、まあ、そういうのもありながらも、これも、レザーのベストですね、今回は。はい、これかっこね、そう、僕ね、これも一個あって、レザーのベストが欲しいなって、ちょっとこれも思ってて、最近。やっぱり、僕といえば、まあ、いろんなアイテムあると思うんですけど、でもその一個にね、ベスト系ってアイテムもみんなの印象にあると思うんですけど、
まあ、やっぱりベスト好きはやっぱりレザーベストを持っておくべきだよねみたいなありますよね。ちょっとこれ欲しいなと思ってて、レザーベストってね、本当にさっきの1個目のあのヒョウ柄のジャケットと同じじゃないけど、もう様になるんで、それだけで。そうそうそう、ほんまにデニムとかに合わせても完璧だし、まああのデニムじゃなくてスラックスとかに合わせても、まあ、なんか綺麗めとミックスしてあのめちゃくちゃかっこよくなるようなアイテムなんで、レザーベストってね、やっぱり1着は持っときたいですよ、ベザーあのベスト好きには。で、後ろにね、ちょっとあの見えると思うんだけど、こういうね、であの柄が後ろに入ってるだけで。なんで、まあでも僕ね、まあいいとは思うんだけど、強いて言えば僕レザーベスト買うときはね、なんかね、柄とかがちょっと入ってたりしたいなと思って、前フロントにも。そう、なんか、そう、僕はそういう、そっちの方が好きだなって思って、まあこれでもいいんですけど、まあ、ちょっと僕はベストにバッジとかつけたりさ、まあ、ワッペンとかつけたりさ、まあそういうのもありなんですけど、だけど、その、最初からデザインがフロントにもバックにも入ってるようなレザーベストが欲しいなって思ってて、ちょっと今それ探してるんですけど、まあでもこれもいいんじゃないかということで、ちょっとみんなにおすすめできるなと思って、はい、これね。で、37,400円なんで、レザー生地のアイテムがね、37,000円で買えるんで、これもお得なんじゃないですかっていう感じですね、僕からすると。はい、というね、じゃあこれが2点目ということで、じゃあ次、3点目いきたいと思います。はい、次3点目これです。はい、これは、MA1 ですね。はい、またもや僕と言ったらっていうアイテムがね、立て続けに来てるんですけど、やっぱ僕と言ったらね、 MA1 っていうね方も、まあ、結構いるんじゃないですか。ベストより MA1 っていうね、僕と言ったらっていうアイテムだと思うんですけど、でこれはね、奇跡的にね、偶然に MA1 にもできるし、肩外してベストにもできるらしいですよ。だからさっきと同じようにベストだし MA1 だしみたいな僕の印象ね。まあ、それ以外のアイテムもあるんですけど、ベスト MA1 は俺と言ったらっていうアイテムじゃないですか。それがもう一個のアイテムに凝縮されてるようなアイテムだから、もうこれはもうおすすめするでしょうと、うん、自分の好みになっちゃうけど、これはもうね、おすすめだよみたいな。でしかも 2way プラス何リバーシブルなんで、なんていうの、もういろんな、もう4つぐらいの楽しみ方があるのかな。で僕はね、こっちの紺、黒もあるんですけど、こっちの紺はね、僕はおすすめしたくて、まあ、黒もね、こうやって裏がね、カーキなんでめちゃくちゃかっこいいんですけど、僕はやっぱり MA1 といったら、裏の方はオレンジが一番ね、なんていうの、やっぱり MA1 といったら裏はオレンジでしょみたいな、そういうところあるんで、僕はね、今回このネイビーをね、おすすめしたいんですけど、で、92,400円で、まあ、やっぱりこの、シプリームのね、MA1 とか、過去にもいっぱい出てるんですけど、シプリームのそういう MA1 はね、やっぱり高いですよ。うん、9万円ぐらい、約10万円ぐらいするんで、まあ、高いんですけど、やっぱりしっかり、生地もね、しっかりね、がっちりするんで、まあでも、なんかな、これからの春はもう暑苦しいかなと思うんだけど、もうその、次のね、シーズンの冬までに、持っといて買いだめしてもいいし、もうその、次の冬になったら多分スニダンとかでもプレネになってると思うんで、そういうところで買ってみても、まあ、いいんじゃないかなとは思うんで、まあちょっとね、これはね、おすすめしておきます。はい、僕もね、これね、ちょっとね、これでここではソードアウトになってるんですけど、まあいつか買おうかなと思ってますね。はい、というわけで、じゃあ次、4点目ラストに行きたいと思います。はい、で次、4点目ラストこちらです。はい、これはフーディー、うん、ジップアップフーディーのセーターですね。うん、セーター生地のフード付きということで、僕のね、そのチェックシャツのフード付きとか、まあ、シャツにフードが付いてるやつのあるじゃないですか、それのセーター版ということで、僕ね、なんかね、普通のパーカーも好きなんですけど、そういうね、フードが付いてるアイテムが本場に好きで、そう、だからチェックシャツにフード付きのも好きだし、まあ、普通のシャツにフード付きも好きだし、で、まあ、当たり前にパーカーも好きだし、で、こういうね、次はセーターにね、フードが付いてるっていう、これもあったかみたいな。で、僕ね、一個ね、別のブランドで、そのセーターにフードが付いてるやつ、見つけたんですけど、ちょっとそれね、迷ってるんですよね、うん、それも。で、それ見た瞬間にこれがあったから、うわ、これかっけえやんと思って、うん、なんかデザインはね、すごい派手なんですけど、うん、ちょっとなんか、なんていうの、この何この、なんていうこの柄なんだろうね、わかんないけど、まあ、こういう風にちょっと派手めにね、入ってあるんだけど、ちょっとね、もうがっつりストリート系のアイテムなんだけど、まあでも僕ね、こういう普通にがっつりめのストリート系のアイテムも好きだし、なんならこれだったら普通にシンプルに、デニムに合わせたりっていうのがもう楽ちんにできるし、もう完璧にかっこよくなるかなと思うんで、これもね、今いいなと思ってて、47,000円なんで全然めちゃくちゃに安いんですよ、普通に。そうだから、めちゃくちゃこれはね、かっこよすぎるな。
でブルー黒あるんですけど、ブルーもいいなと思うんですけど、僕だったら黒かなって思って黒をねちょっと今おすすめするんですけど、まあブルーも全然かっこいいです、うん、だけど僕はこのブルーと黒ね、どっちともこの赤のね、このなんていうのデザインが入ってるんで、まあ赤に一番いいなっていい相性なの、いい相性なのは黒かなっていう感じなんで、まあ黒がおすすめかなっていう感じかな。はい、それで、ね、まあそんな感じかな。はい、まあこれもソールドアウトになってるんですけど、まあ値段とか別のルートで買おうかなとちょっと思ってますね。はい、もうソールドアウトになるの早すぎる、マジで。販売されて1時間半だよ。まあそれはそっか、1時間半ぐらいはもう売り切れてるか、さすがにな、甘いよな、それはね。はい、そんな感じで、じゃあこれがね4点目のおすすめということで、じゃあ、おすすめのね、シプリーム今週の、新作の、アイテム、おすすめアイテム紹介に終わりたいと思います。はい、というね、今回の18分の動画は、もう当日にねこれ撮ってるんですけど、シプリームのね、今週の、おすすめアイテム紹介をね、まあ、4つしてたんですけど、まあ今回のアイテムは僕さっきまでね編集したんですけど、それで11時に、まあ、一応チェックしたんですけど、もう一瞬でソールドアウトになって、まあでもおすすめアイテム紹介撮りたいなと思ったんで撮ったんですけど、今回はすごいね僕の好みのアイテムがばっかりだったね。例えばベスト系だったり MA1 系だったり、まあ、あとフード付きのアイテムだったりっていう、そういうなんか柄、カラーとか柄とかデザインとかもそうだし、そのアイテムっていうそのジャンルもそうだし、僕がほんまに好きなあのラインナップだったんですけど、ほんまにすぐでソールドアウトして、もう早すぎ、もっと在庫積んどけよって思うけどね。毎回こんなスピードでさソールドアウトするならさ、もっと在庫積むっていうさ予測をしろよって思うけどな、うん、まあそんなね現実うまくいかないということで、まあでもね現実うまくいかなくてもね、まあずる賢いやつはね、まあ、裏技っていうのがあるんでね、まあ、そういう手法でね、買っていこうかなって思いますね。まあスニダンだったりいろんなところあると思うんですけど、まあ買えるタイミングでね、まあ欲しいなと思ったタイミングに買っていこうかなと思うんでね、まあいずれ購入紹介でね出る可能性もあるし、まあ別に気分でやっぱりいらんなと思ったら買わないかもしれないですけど、まあそれは分かんないですけど、まあ今現時点で僕がいいなと思ったアイテムは、この4点ということで、まあ皆さんもねオンラインだったらもうソールドアウトばっかなんですけど、まあ別のルートで、また手に入れてもいいかなと思うんで、ぜひね、まあ、検討してみてくださいということで、じゃあね、この18のプログラムの動画は終わりにしたいと思うんで、今日もね21の動画、このチャンネルのメイン動画ですね上がるんで、ぜひそちらもご視聴お願いしますということで、じゃあね今度は終わりたいと思います。ありがとうございます。